ギャザーの縫い方の説明をします。まずギャザーを入れる布、ギャザーをつける布の裏側に印をつけていきます。ここで一番重要なポイントになります。必ず中心線にはそれぞれ印をしておきます。ギャザーをきれいに入れるために、出来上がり線の上下5ミリのところをミシンで縫っていきます。その時に出来上がり位置から返し縫いをしないで糸を伸ばした状態にして縫っていきます。では実際にギャザーを作っていきたいと思います。ここでポイントになります。引っ張る糸は必ず上糸2本を取って2本同時に引っ張りながらギャザーを寄せていくと綺麗に寄っていきます。ギャザーを半分まで寄せたら、今度は反対側からも寄せていきます。上糸2本を持ってギャザーを寄せていきます。ギャザー寄せのミシンは本縫いの糸で縫ってもいいのですが、このようにニット用のレジロンで縫うと滑りがよくギャザーが寄せやすくなります。ギャザーをつける布とほぼ同寸に合わせてギャザーを寄せます。ギャザーをつける布を表に返します。中表に合わせていきます。縫い代同士を待ち針で留めていきます。まず最初に中心と中心を合わせて待ち針で留めていきます。続けて出来上がりの両端に待ち針を打っていきます。次にこの間と間の距離のギャザーをきれいに整えていきます。間に待ち針を留めていきます。次に出来上がりでミシンで縫うのですが、ギャザーの部分の縫い代が落ち着かせるためにアイロンをかけていきます。ギャザーがきれいに入るようにアイロンの先を使いながら、ギャザーをきれいに整えながらアイロンをかけていきます。出来上がりをミシンで縫えました。ミシンで縫うときは端から端まで返し縫いをして縫っていきます。両端の余分な糸を切っていきます。次に下のギャザーミシンの糸を抜いていきます。この時必ず裏側の糸を抜くようにします。次に表に返していきます。先ほど下糸を抜いたので上糸が簡単に取れていきます。アイロンで整えていきます。縫い代は上に倒した状態にして、アイロンの先を使ってギャザーを潰さないようにアイロンをかけていきます。ギャザーの完成です。